ここ、コンチャース。さて、以前にですね、2代目で、完璧な配合と凝った配合が同時に成立する組み合わせの動画を投稿しており、その動画の中で、ガリレオで占める、2台で完璧凝ったが同時に成立する組み合わせをご紹介しましたが、先日、ブリーダーズカップで活躍しているお馬さんの配合をいろいろと調べていたら、この配合と、全く同じ配合で生まれたお馬ちゃんがいました。それで、今回はですね、完璧凝ったが成立するわけではないのですが、種付け量が高額な種牡馬で占める、おすすめ配合を考えましたので、その配合をご紹介したいと思います。今回の種牡馬は、ディープインパクトです。2代目占めてのおすすめ配合になります。ご存知の通り、国内の種牡馬では、最高額の種付け量です。1回4000万円です。私の地元はど田舎なので、4000万円で、土地付き1戸建てを買っても、お釣りが来ます。4000万円も積まれたら、低層観念の塊のような私でも、種付けを断れないかもしれません。何、お前の体に、4000万円も価値があるわけねえだろ。大体、お前に低層観念なんかねえだろ。ですと。反論できないことは言わないでください。こちらが私の考えたおすすめ配合で、繁殖牝馬がエルトゥルマニエ、初代種牡馬がストリートクライ、締めてディープインパクトになります。種牡馬はさることながら、繁殖牝馬もそこそこ高額ですね。初代の配合結果は、全然大したことはありませんが、締めて面白い配合と、凝った配合が同時成立。短距離、速力、パワー、底力がついてきます。エルトゥルマニエを手に入れたら、ぜひ試してみてください。さて、先日私の足草牧場で、スピード、スタミナ、丈夫、早熟、乳に、落ち着きのコメントをいただいたお馬ちゃんが生まれました。スピードとスタミナのコメントが揃ったのは初めてで、めちゃくちゃ期待していたのですが、全然ダメ。ほんとダメ。よくもまあ、こんなにコメント揃って、ここまでダメになるかねってくらいダメ。ダバオブザイヤー2021受賞、おめでとう。って感じです。牧場長のおっさんもさることながら、この厩務員の女も大嘘つきです。何がスピードがある感じだよ。殿方の皆様、ちょっと可愛いからといって、こんな女に騙されてはいけませんよ。忠告しているそばから、何をにやついているのですか。まったく。では、今回はここまでです。それじゃあ、まったね。